猪苗代駅手前にある踏切です。会津若松へと向かう列車がこの踏切付近でドローンと衝突し、軌道内にドローンが落下したということです。 JR 東日本によりますと、今日午後2時50分ごろ、猪苗代町西館の JR 磐越西線の踏切付近で、会津若松行きの快速列車がドローンと衝突して緊急停止しました。列車の乗客と乗員に怪我はなく、車両の破損もありませんでした。列車は点検を行い、およそ15分後に運転を再開しました。衝突したドローンの飛行目的は分かっていませんが、所有者が回収したということです。JR 東日本によりますと、線路から30メートル以内のドローンの飛行は禁止されているということです。